でよ、ちょっと小突いたらそいつ泣き出しちゃって。マジかよ、だぜ。いやいや、タカ君が強すぎるんでしょ？タカ君に絡まれてつかわいそう。おっと、もうこんな時間か。そろそろカラオケ屋行こうぜ。おい。いや、ヤクザ。何人んちの前にタバコ捨ててんだよ。吸い殻ぐらいちゃんと持って帰れよな。この家の家主かな。バカ、ビビってんじゃねえよ。こっちは3人もいるんだぞ。あ、なんだこら。俺たちに文句でもあんのかよ、おっさん。おっさん？俺は小学生だ、バカ野郎。広島龍二、後に各界の番長と呼ばれることになる千代大海龍二の暴れん坊伝説は、地元大分でヤンキー高校生3人をぶん投げた小学5年生の頃にその幕を開けました。龍二少年は3歳の頃から柔道を始め、柔道家だった父の下で2年間のスパルタ英才教育を受けました。しかしそんな厳しくも優しかった父は龍二少年が5歳の頃に他界。小学校に入学してからは一旦柔道から離れ、ドッジボールに熱中する普通の少年として過ごします。龍二少年は小学校入学当初ですでにその体重は50キロオーバー。5年生になる頃には100キロを超える巨漢でありながらも、100メートルを12秒台で走れるという抜群の運動神経の持ち主でした。しかし当時の龍二少年は他の子供より体が大きいことを鼻にかけた暴れん坊だったため、お母様とその再婚相手である系譜の大きな悩みの種だったそうです。また上級生の子を泣かせたんだって？俺が悪いんじゃないよ。あいつらが先にアックンをバカにしたんだ。友達思いなのはいいことだけどな、そう簡単に手を出しちゃダメだ。お前は体がでかいんだから、弱い者いじめになっちゃうだろ。決めた、あんた柔道やんなさい。柔道なんてかっこ悪いよ。こうして龍二少年は小学4年生の時に約4年ぶりに柔道を再開。たった1年の練習で全国大会で3位の好成績を収め、その類まれな格闘センスの片鱗を伺わせる活躍を見せました。しかし龍二少年に礼儀作法を学ばせるために柔道を再開させた両親の思惑は、その後見事に外れてしまうことになりました。柔道の大会で生地いい成績を収めてしまったばかりに、龍二少年は自らの強さを鼻にかけ、中学校に上がる頃には大人でも手がつけられない不良になってしまっていたからです。中学時代の龍二少年は地元大分でも一二を争う有名な暴走族十二人への総長を務めており、大分県警内でも要注意人物としてマークされるほどの悪童となっていました。ほーら、またお前か。へへー、追いつけるもんなら追いついてみろ。おーい総長、殺の数が多すぎるわ。ここで一旦ばらけようぜ。おー、そうだな。それじゃあ30分後にいつものところで。あいつら遅えな。まさかあのまま殺に捕まっちまったんじゃねえだろうな。おい、お前弘前龍二だろ。あ、誰だお前ら。俺たちはこないだお前に病院送りにされた悪道高校の男の連れだよ。仲間の仇を取りに来たぜ。俺たちの相手をしてもらおうか。たった10人20人集めたくらいでこの俺に勝てると思ってんじゃねえぞ。龍二少年の悪名は大分県内にだけにとどまらず九州全域にまでとどろいており、大分の龍二といえば当時の九州の不良少年たちが名前を聞いただけで縮み上がってしまうほどの有名人だったとか。時には高校生10人以上に囲まれて一人で勝ってしまったこともあるそうですよ。またある時には本物のヤクザとガチンコの喧嘩をすることもあったようで。おりゃあ、やりやがったなこのクソガキ。待て待て、こんな厨房一人に何人がかりだよ。兄貴、でもこいつガキのくせにべらぼうに強くて、やべえぞ。下っ端だけならまだしも、この兄貴って呼ばれるやつはかなりできそうだ。おい、でかいの。お前名前は何つんだ？龍二だよ。弘前龍二。名前覚えたぞ、てめえ。なあ、龍二。お前中学卒業したら、うちの組に入んねえか？俺がヤクザに？ああ。お前は腕っぷしも強いし、ガキのくせにヤクザに喧嘩売る根性もある。お前、ヤクザの見込みがあるぜ。
その際、リュウジ少年は喧嘩相手だったヤクザにその腕っぷしの強さを認められ、中学生ながらヤクザの世界へ入るようスカウトされたこともあるんだとか。しかし、当時の九州で伝説的な不良として名を轟かせていたリュウジ少年にも不良なりの美学というものがあったそうです。俺は喧嘩をしても他人を騙したり、真面目に生きている人を傷つけたりはしたくねえ。ヤクザは悪だ。俺は不良にはなっても悪人にだけは絶対にならないって決めてるんだ。すみません。勘弁してください。そうか？お前ならいいヤクザになれると思ったんだけどな。そしてそんなリュウジ少年には人情家で涙もろい一面もあったようで。いよいよ、今日でこの学校ともお別れか。なんだよ、ぶっちゃ。寂しいな。バーカ、そんなんじゃねえや。またまた。そんなこと言って卒業式で泣くんだろ。何言ってんだ。俺は男だぞ。中学校の卒業式くらいで泣くわけねえだろ、バーカ。それでは卒業生の皆さんの入場です。やだよ。寂しいよ。まだ卒業したくないよ。もう泣いてる。うっそー、俺までもらい泣きしちゃうじゃんかよ。中学校の卒業式では友達や恩師との別れを惜しみ、人目をはばからず泣きました。学校の外では恐ろしい不良として通っていても、友達と一緒にいるときは子供らしい純粋な心を持った少年だったんですね。しかしリュウジ少年はその感動の卒業式の直前に人生で初めての挫折も経験しています。お前、大分東明高等学校を受験してみるつもりはないか？俺が高校に？ああ、今の時代、中卒で生きていくのはなかなか厳しい時代だからな。将来どうするにしても、高校くらいは出といた方がいい。ああ、でも、俺に合格できますかね？お前はとんでもない不良だが、幸い学業態度だけは優秀だし、希望するなら、俺が推薦してやってもいい。こうしてリュウジ少年は担任の推薦を受けて、県内屈指のマンモス校である大分東明高等学校を受験することに。リュウジ少年は高校に合格して苦労をかけた両親を安心させてあげるべく、必死に受験勉強に励んだのですが、この時リュウジ少年と担任の先生は、東明高校なら余裕で受かると高をくくっていて、滑り止めの高校を受験しなかったことがあだになり、彼は15歳にして人生初の挫折を経験し、卒業式を目前にして中学浪人になってしまうことが決定したのでした。しかしリュウジ少年の目上の人への礼儀正しさは周囲の大人たちにも評判であり、彼が当時通っていた空手道場の師範に声をかけてもらったことで、なんとか中卒ニートになることだけは避けられたようです。リュウジはほんと力持ちだな。これぞ百人力ってやつだ。いや、師範が宿ってくれなかったら無職になるとこだったんで、せめてこのくらいの恩返しはしないと。そりゃ嬉しいこと言ってくれるじゃないか。でも正味な話、お前にはこんな狭い大分で一生を費やさず、もっと広い世界に旅立ってほしいと思うんだがな。いやいや、買いかぶりすぎっすよ。あんた、いつまで飛びのバイトなんてしてるつもりなの？うるせえな。飛び職だって立派な仕事だろ？あんたに一生続ける気があるならね。そうでないなら、早いとこ自分の本当にやりたいことを見つけなさい。自分の本当にやりたいことね。そんな簡単に見つかるなら苦労しねえっつうの。ついに自分のやりたいことを見つけた。うん。俺、世界に出て自分の力を試してみようと思うんだ。あの放蕩息子がいつの間にこんな立派なことを言うように。それでリュウジは何の仕事を始めるつもりなの？ボディーガードだよ。映画で見てかっこいいなと思ってさ。あとさ、ボディーガードってちょっとヒーローみたいじゃね。正義の拳で悪をくじくみたいなさ。あんたそんなこと本気で言ってんの？うん。だからボディーガードの本場アメリカに行こうと思うんだ。そのための留学資金だってちゃんと。このまま頸動脈をかけられたくなかったら、もう一度よく考えて発言しな。あんた何になるためにどこに行くだって？なに考えてんだミエ。そんなもん早くしまえ。うるさい、あんた黙ってて。このバカ息子が。もういい、この場でお前を殺して私も死んでやる。か
母ちゃんやめ、こんな狭いところで刃物を振り回すな。この時のお母様の取り乱しっぷりには様々な修羅場を潜り抜けてきた龍二少年も腰を抜かしてしまったそうで、これをきっかけに龍二少年は自らの非行と自堕落な日々を反省し、それと同時に両親に親孝行をしてあげたいと強く思うようになっていきました。キャー、千代の富士よ、千代の富士がテレビに出てる。今は九十親方だ。しかしお前本当九十親方が好きだよな。失礼ね、それは私がイケメン力士好きの見本みたいじゃない。私は千代の富士が好きなんじゃなくて相撲そのものが大好きなの。見本には変わりないと思うけどな。ああ、だけど千代の富士ってば本当にイケメン、一度でいいから直接お目にかかってみたいな。ああ、11月には九州場所があるけど福岡まではちょっと遠いしな。それに千代の富士はもう現役を引退しちゃってるし。母ちゃん、千代の富士のファンだったのか。会わせてあげたら少しは親孝行になるかな。当時相撲に全く興味がなかった龍二少年が角界入りを志したのは、ひとえに大の相撲ファンであったお母様に親孝行をしてあげるためでした。そしてその後龍二少年は母、いとこの3人で現役引退直後の元横綱千代の富士の九重部屋へと入門志願へ向かいます。まあお相撲さんがいっぱい、眼福眼福。おばちゃん、あんまりキョロキョロしないで、恥ずかしいよ。はあ、のいつもこいつも気合の入ってねえ顔してんな。命の取り合いとは無縁の相撲取りなんて所詮はこんなもんか。あ、なんだあんちゃんたち、ガチ組か。ひっ、キャー、千代の富士。あ、いえ、僕たちは入門志願者で。なんだそうか、派手な頭してるあんちゃんがいたからよ。地上げ屋かなんかが鉄砲玉でも送り込んできたのかと思ったぜ。あ、どうした、そんなとこに突っ立ってないで座れよ。龍二、何ぼーっとしてんの。千代の富士さんがこうおっしゃってくれてるんだから、さっさとお言葉通りにしなさい。うん、この人はやべえ。この人が本気でやったら俺なんて一瞬であの世行きだ。龍二少年、いえ、九重部屋入りした後の千代大会曰く、九重親方との初対面は柵のない状態でライオンと遭遇したような感覚だったと言います。なるほど、お話はよくわかりました。それじゃあ、リュウジをここの部屋に？いえ、結論を出すにはまだ早い。一応、本人の決意も聞いてみないとね。あんちゃん、あんたここに何しに来たんだい？え、あ、それは、この人の前じゃ、どんな飾った言葉も簡単に見透かされちまいそうだ。ここまで来たら、恥もへちまもへったくれもね。自分の正直な気持ちをありのままで伝えよう。俺、母ちゃんに親孝行がしたいんです。そのためにも絶対に相撲取りにならないといけないんです。龍二。ふーん、親孝行ね。そういう聞こえのいい言葉を口にするやつは5万といるが、そのほとんどがきつい稽古に耐えられず夜逃げしていったぜ。あんちゃんはそいつらとどう違う？それは俺が立派な力士になって土俵に上がることで証明してみせます。体は震えてるが、目だけはまっすぐ俺を見据えてやがる。こいつの根性は本物だな。いいだろう。今日からうちの部屋に住むといい。その代わり、俺の稽古は厳しいぞ。はい。よかった。よかったね、龍二。よかった。やっと笑顔になってくれた。これで少しは親方に認めてもらうことになるのかな。というわけで、お前は今日からうちの見らない力士だ。早速厳しく行かせてもらおうか。え、うげ、キャー、龍二。親方に挨拶に来るのに、なんだその舐めた頭は。明日までに力士にふさわしい頭に直してこい。はい。やれやれ、生成した。これでやっと暴れん坊のバカ息子から手が離れるよ。頑張りなよ龍二、母ちゃんも大分から応援してるからね。なんだそのツルツルの頭は。え、親方が髪型を直してこいって言うから。バカだな、誰も剃り上げてこいなんて言ってねえだろ。それじゃ曲げを言えるようになるまで何年もかかるぞ。
はあ、確かに。少し考えりゃわかんだろ、そのくらい。何にせよ気に入ったぜ。その根性は買ってやるよ。新弟子時代の千代大海は根性が備わっているとともに、実に素直で模範的な弟子であったといいます。この九重親方の命令を額縁通りに受け取ってしまったエピソードにも、そんな千代大海関の素直でお茶目な性格がよく現れていますよね。また九重部屋での厳しい稽古の日々は、彼の荒れていた過去を深く反省させるきっかけにもなりました。おい、リュウジ、パン買ってこい。はい。なんだよ、このパンは。パンつったら、コロッケパンに決まってんだら、すぐに買い直してこい。はい。後輩のくせに生きがってんじゃねえぞ。すみません。なんだその目はよ。なんか文句でもあんのか、こら。いえ、文句なんて何も。この理不尽な仕打ち、俺がグレてた時に他人にしてたこととそっくり同じだ。その報いを俺は今受けてるんだ。大分の田舎者で不良上がりだった千代大海関への先輩力士たちの可愛がりは苛烈を極め、彼はこの時初めて虐げられる側の人間の気持ちを理解できたといいます。正直、相撲部屋の暮らしがこんなに辛いとは思わなかったな。でも俺は負けないぞ。絶対に立派な力士になって母ちゃんに親孝行するんだ。おい、どこ行くんだよ。こんな時間に外出したら親方にどやされるぞ。見逃してくれ。俺はもうこんな辛い生活には耐えられない。もしかしてこいつ夜逃げを。そっか、毎日こんなにしごかれちゃそう考えちまう奴だって出てくるよな。何してんだよ。俺の掛け布団を丸めてお前の布団に入れとくんだよ。そうすれば朝までは誰にも気づかれねえだろ。何言ってんだよ。今は真冬だぞ。こんな暖房もない部屋で布団なしでどうやって寝るんだよ。いいから早く行けよ。さっさとしないと誰か起きてきちまうかもしれねえぞ。故郷に帰ったら手紙くれよな。親御さんにもよろしく。悪い、恩に着る。同部屋の見習い力士たちが厳しい稽古としごきに耐えかね、次々と部屋を去っていく中、千代大海関は一日も休むことなく稽古を続けました。そして1992年11月についに広島親子の念願だったその時が訪れます。まさか龍二の初土俵が故郷の九州で行われる11月場所になるとはな。なんだか運命的なものを感じるよ。きっと親方がそうしてくれたんだよ。私たちに立派な力士になった龍二の姿を見せてあげようってさ。ああ、きっとそうだな。東阿久道山、西千代大海。あーちゃんと父ちゃんが見に来てくれてる。二人に恥ずかしいところは見せられないぞ。ハッキーよい。頑張れ、頑張れ、リュウジ。リュウジ、お前の父になれて本当によかった。お前は俺と三重、いや、大分県民の誇りだ。千代大海関の現役通算成績は771勝528敗115球、うち幕内成績は597勝402敗115球、大関昇進後は515勝345敗115球で、現役在位は104場所、うち幕内在位は75場所、大関在位65場所で当時歴代1位、幕内での通算連続勝ち越し記録は10場所、さらに幕内2桁連続勝利記録7場所、連勝記録は13回と、巨漢の外国人力士が常に台頭していた当時としては大記録といえる優秀な成績を収めています。千代大海といえば、喧嘩仕込みの突っ張りを武器に相手力士をまっすぐに押し出す前者道が持ち味だったよな。力士としてはそれほど大柄な方ではなく、怪我も多かったせいで横綱には一歩届きませんでしたが、間違いなく歴史に残る名力士の一人ですよね。そんな千代大海も亡くなった師匠の名跡を継いで、今じゃ14代目の九重親方だ。もうあのスカッとする相撲が見れねえと思うとは少し残念だけど、九重親方には
これからも質問の発展のために頑張ってほしいよな。